ready! いい暇つぶしになりそうだぜ。 まさか本当にここまで来るとは。伝説の極道ってのはこういうもんなのか。ゲームは終わりだ。取引に応じろ。まあいいだろう。約束だからな。俺は男気はないが、仁義は守るよ。お前が欲しがっているファイルだ。 早くその二人と1000億を渡せ。まあ焦るな。1000億なんて大金、そうそう簡単に運べるもんじゃない。
そろそろここに届くはずだ。お待たせしました。お約束の現金1000億です。お前がヒロか。桐生一馬さんですね。こうしてお会いできるなんて光栄です。さあ役者は揃った。それじゃそろそろ取引に入ろう。ああ、物々交換としよう。まずは冴島靖子からだ。あんたはその場から動くんじゃない。木戸がそっちに行ったら、その女と引き換えにそのファイルを木戸に手渡せ。ファイルの中身を確認したら、冴島と1000億をここに置いたまま俺たちは帰る。分かった。さすがだな。こういう場でも動揺一つ見せないとは。まあいい、行け。ごめんね。ファイルを。大丈夫か。ごめんなさい、私が言うこと聞かなかったから。もういい。兄貴とは話せたのか。ええ、長い時間一緒に監禁されてたから。そうか。おめでたい奴らだ。まさか本当に生きてここから帰れると思っていたのか。カツラギ、起動、撃て。どうして？